引っ張ってくるのがさ結構大変なんだよね私こじで。やっぱ屋根にまたガガガって当たるからうまいようにこう調整して。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、松永さんからEMAX の折りたたみの車椅子をですね提供していただいたので、折りたたみの車椅子でどうやってこう車に積み込みするかっていうのをやっていこうと思います。まだね、私もこれ届いた先週届いたばっかりで、まだ積み込み2回くらいしかやってなくて、なかなか不慣れなんですけど、まあその不慣れながらにもでもこういう風に積めるんだよっていうのを撮っていこうと思います。車椅子はちょっとこう撮っちゃいけないの、こう、まあ、少し前に来てまあこの車椅子はこれオリジナルで表面仕上げのカラーにしてもらったんですけど、まあ、車椅子の説明はでももうちょっとまた後でから改めて、まあ、さっとね、さっとピッカピカのピッカピカのやつ。折りたたみの場合はちょっと気候が違うんだね。はい、はい、ということで、じゃあまずはのりからいきます。ここまでは普通に開けて、寄せて、で私はちょっと足を先に乗せるタイプです。足を先に乗せて、で座面と上を持ってこう上がるタイプ、はい、で先にクッションを取って、まあ適当に助手席に置いて、服がねめっちゃ汚れちゃう可能性があるから、こういうタオルを敷きます。こんな感じ、結構ねバックドロップ的な感じで後部座席に投げるからバックドロップ知らないやつだろ絶対バックドロップ知らないでしょ背もたれもだからがっつり倒す、運転席の背もたれもがっつり倒しておりゃーっていくイメージ、おりゃーっていくイメージね。これ前回いいの、前回いいかな。あ、これがちょっと後ろも取る、うん、誰かの忘れた傘がある。違う、俺の。あ、そう、はい、で、まあこんくらいこう、ね、寝かせてこういく感じなので、助手席も前に出して、背もたれも結構限界まで起こした方がいいです。はい、じゃあ折りたたみはここの紐をグイッと引っ張るとこんな風に縮こまってきます。こんな感じね。ちなみにこの EMAX の重さは約9キロなので、まあ、基本的には私は持てますね。で、ブレーキを外します。コロコロの状態にして、よいしょ。で、ここを持って上げて、もうコロコロ転がしていきます。コロ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 っと。この時にめっちゃ服が汚れるのですよ。で、天井、これセダン、屋根が高いので、どうしても背もたれが当たっちゃいます。だから、ちょっと角度を変えてあげて、寝かせてあげて、このまま、キャーこのままこう後ろにバックドロップ状態で積むって感じですね。はい。私はやっぱり、固定車に慣れてる分このバックドロップが結構しんどいなっては思います。ただ金具がどっかにガンガン当たんないので、こういう傷はなかなかつきにくいんじゃないかなというふうに個人的には思います。あと車やっぱセダンは向いてないな。でもスポーツカーというか、なんかもっと昔の車みたいに屋根低いので乗ってる人もいるよ、折りたたみ。結構傷だらけだな。固定車だと折りたたみ、そう、傷
ついちゃうね。折りたたみだとタイヤの汚れがつく。まあどっちを取るかっていうのはあるけどね。はい、こんな感じで。まあおすすめは天井の高い車ってこと。でもそうすると乗り込むときに大変だから、車高が低くて天井の高い車。まあ理想だね、それはね。多分それが結構積み込みやすいと思う、はい、ダサいやつ。やめろよ、やめろやめろやめろ。はい、では次は降りるのをやってみようと思います。さっきの逆戻しで汚くならないように、なんかタオルとか布とかを敷いて、で、後部座席に積んである、これを引っ張ってくるのがさ結構大変なんだよね、私個人で。でも屋根にまたガガガって当たるから、うまいようにこう調整して、ほらで、こうこのままもう転がしちゃう。コロ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 って、コロ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 、はい、逆パターンね。だ、屋根がちゃんと通過してくれればあとはそんなに大変じゃないかな。よいしょ、はい、で開いたらブレーキを止めて、クッションを乗せる。あとは普通の異常をします。時になんかこう真横につける人とかがいるんだけど、基本的にはやっぱりこうちょっと斜めの方が乗りやすいと思います。折りたたみの積み込みをやってみました。さっきも言ったようにまだまだ私今回で3回目か4回目くらいで初心者なんですけど、でも車椅子が軽い分、コロコロ転がせばいいっていうのもあるので、まあ慣れればいけるんじゃないかなというふうに思います。ただやっぱり今私の段階では固定車に慣れちゃったから、固定車の方が積み込みは個人的には早いです。まあ、どっちがいいかっていうのは、あと体の状態にも合わせて違ってくると思うので、軽装で指使えない、難しいっていう人はやっぱりなかなか固定車のタイヤを取るっていうことが難しい分、やっぱ折りたたみに乗った方がいいっていうのもあるので、また違う動画では固定車と折りたたみの違いっていうのをまた次の今度ね撮って、どういう風に使い分けることがいいのかっていうのを個人的な意見ですけど、取っていけたらなという風に思います。はい、ではこんな感じで、この動画が役に立ったのいいなと思っていただけたら、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。